今日は二月の十四日です、えー。今日もそうですけど、ちょっとえっ、ー、と院内はね、えっ、ー、と動画撮影とかえっ、ー、と禁止なんで、えー、またあのアップするときは、えー、これだけ音声のみとなります。ご了承ください。では行ってきます。えっと今日の父の現状は。 えー、まあ、また、えー、と昨日とに似た感じで、目も、えーとあ、目は一応、目やにでてちょっと目くっついてて、えー、つむってますけどもあの意識、意識はしっかりしてるというか、ああの受け答えというか、反応はあの十分ある方だと思いますただやっぱり一番ちょっと辛いのは、腕が腫れてることですね。 えっと、昨日はね、右、13日の日は右手だけが腫れてたんですが、今日は、えー、左手も右手同様、ちょっとパンパツンパツンというか、腕がね、手首から下あ、や、腕かな、やっぱり、うん。ちょっと腫れてますね。で、ちょっと赤く、ちょっとこう、あのー、パンパンになってます。そこがかなり痛いみたいですね。それと、まあ、タもやっぱり絡んでるみたいで、 結構自分でね、こう、えっ、ー、と、咳、5本5本ってするのがちょっとしにくいみたいで、もうちょっとこう、肺活量というか、あれば、カッと切れるんでしょうけど、なかなかね、えー、今の、えー、父はちょっと難しいかもしれませんね。で、目にもやっぱりすごいので、目閉じてとか、今から拭くよって言うたら、うんうんっていう感じで、反応は全然してくれるので、そこはもう、あの、しっかりしてきてるかなと思います。 でちょっと下で妹と2人で待ってたらねあのおいっ子が1人だけ降りてきて「えどうしたん?」って言ったら「いやあのなんかじいちゃんすごく目がパッチリ開いててすごくしっかりしててだからあの、俺の代わりに1人上がってきて」って言ってまあ、私が行ったんですけど「えなんでなん?」って言ったら「あのいやあの嫁がねあい じいちゃんを一人で残しとくのがかわいそうやからって言ってね、バトンタッチで私が上がったんですよ。で、上上がって行ったらもう、すごいなんか、妹と先面会した時よりも、もう全然普通に目パッチリ開いてて、ですごいなんかわ笑ったりとか、笑顔が見えて。ほんとびっくりしましたよ。まあ、めちゃめちゃ嬉しかったですけどね。まあ、 当然、まあ、その日、その日でね、やっぱり、あのー、いい時と悪い時っていうのがね、やっぱりあるんで、でもまあ、二日間連続で言って、まあ、痛がってるのを痛がってるんです、正直。手の腫れがね、特に、体もやっぱりちょっと動かせない、あんまりね、動かせないんでね。なので、ちょっと痛い、やっぱり、ちょっと痛そうな顔はするんですが、でも、 それとは逆で脳はちょっとあの受け答えちょっとやっぱり言ってることも分かってくれるしその点はもう全然あ入院した当初に比べたらもう行ったら寝てるばっかりとかいうのもいっぱいありましたしで起きてくれたなと思って次の日行ったらまた寝てたとかねなのでそう考えるとちょっとあん安定してというかなんとなくあの 脳はちょっと、あの、徐々に、少しずつちょっと回復していってくれてるかなっていう感じですね。とにかくあの、二日連ちゃん、面会行って、えっと、父が起きて目を開けてくれてることが今までなかったので、すごいことやなって言って、え、妹と二人で喜んでます。あそしてあの、16日金曜日に、え、 介護保険の調査をしてくれる方が、えー、病院に来てくれます。で、まあ妹が立ち会って、一緒にまあ立ち会ってくれるんですけども、多分この動画、この音声の動画がアップされるのが16日の夕方なんで、私はもう16から17、18と、えー、ちょっと大阪の方にはいてません。で、えっ、ー、と、まあどっちみち土日がもう面会はできないので、 次早くても19日に父の面会に行けるんですが、ちょっと仕事の関係上、まあ行けないかもわからないっていうことなんで、また次は来週になりますね。えー、父の状態をお伝えできるのが。来週も父と面会で会って、え、こんなに変わったんとか、すごく元気なったやん。 痛み取れたんよかったやんって言えるようになってたらいいかなと思っております。父が入院してる間は、こういった形で音声のみの、えー、伝え方になると思うんですけども、えー、これからも父のこと応援よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。